はい、じゃあ今から福岡トライアスロン2022バイクコースの試走をしていきたいと思います。バイクコースはですね、鹿の島の約10キロのコースを4周回するコースとなっております。以前にですね、同じバイク福岡トライアスロンのバイクコースのね動画を上げたんですが、視聴者さんからコメントいただきまして、当日左回りなんですかって言われてですね、いやその時まだですね、ガイドマップとか出てなかったんで、てっきり左回りだろうということで、撮ってたらですね、なんと、右回りということで、レース1週間前下見もう一回行ってきまして、撮影し直してきました。なのですいません、こちらが最新版となっております。はい、ということで、今ね回っておりますが、基本的に前回と反対回りということでですね、風向きが変わります。行きが基本的に向かい風、帰りが追い風っていう感じになってますね。前回はですね、 DH バー握りながら撮ったらちょっと道路が見づらいということで、ずっとね、DH バー握らずに上ハンドルを握りながら今回は撮っております。で、当然のことながらね、この日は、交通規制してませんので、さっきもちょっと車に引っかかりましたが、車にね、避けながら、撮影をしております。で、この鹿の島のコースはですね、見ての通りですね、ちょっと道がそんなに良くないところがあります。まず一つがですね、道路が見ての通りひび割れていたりとか、今撮ってる感じのようにですね、こうスピードをこう落とすようなね、赤いなみなみのとこがあるんで、そこをね通るとね、すごくガタガタして、で漕ぎづらいというか、お尻がこうね上がったりとか、スピードがねとにかく上がらないので、こう今はもちろんしょうがないので左側通行してますが、こういったね赤いとこの点、ね、波線が見えたら、そこが極力通らないように、左側通るときは白線の上通るか、反対車線の方行って赤い波々を踏まないように極力漕ぐ方がいいんじゃないかなと思います。でね、ちょっと走りながら思ったんですが、ちょっとね動画だと見えないんですけど、道路の端っこに行くとですね、さっき白い白線通ったらいいんじゃねえかって言ったんですけど、そのところにですね、いっぱい小石があってですね、多分雨とかなんかで多分車が通るからですね、その端っこに砂利みたいのがあって、でそこを下手したらタイヤ持ってかれるんじゃないかなっていうので、ちょっと気をつけなきゃいけないポイントではあるかなと思います。で今のところ天気予報がですね、雨予報になってますんで、で多分雨が降ったらそういう小砂利というか見えないと思うんでね、気をつけた方がいいかなと思います。今僕普通に乾いてる路面なんでね、今白い白線通ってますけど、白線は滑りやすいので雨の時は気をつけた方がいいし、今僕が通ってるなら辺のとこはですね、砂があったりとか石があったりとかするんで、基本的に道路の真ん中ら辺を通った方が安全かなと思います。で前半の方はですね、ちょっと上り基調になってますので、あれスピード上がらないなと思って、ちょっと平坦には見えるんでスピード上がらないなと思って、ちょっと頑張んなくてもね、後半下り基調なんで、そこで取り返せばいいかなっていう感じで、少しちょっと気持ち 2,3 キロスピードが遅くなっても多分大丈夫ですね。でしかもここ向かい風なんで、あまり頑張りすぎるとこの後激坂も待ってますんで、足使っちゃうので、ほどほどに頑張ればいいかななんて僕は思ったりしますけど、ただね、コース自体は、一応見晴らしはいいので、漕ぎやすいかなとは思います。はい、ただやっぱりね、
この気になるところってやっぱ道路が割れてるっていうのがちょっと気になりますね。うん、まあまあまあ、まあ、その辺気をつけてやれば大丈夫かなと思います。で、ある程度来たらですね、この辺港なのかな、なんかちょっと細くなります。はい、なんでちょっとね、この辺が沿道の人が出てこねえかなって、観客が出てこないかなとか、ちょっとその辺がいらぬ心配がしそうですけど、まあ大丈夫かなと思いますが、まあ、多少ちょっとねこの辺が狭くなるのでテクニカルになりますが、まあ当日はね、あの全部道路2車線、ね、封鎖してもらえると思うんで、はい、で一方通行ですからね、2車線使えますから、あの伸び伸びと、あのね、人を抜かす時も抜かせるかなと思います。でこんな感じでね、ちょっと港が見えた先にもう 2,3 個、カーブ曲がったらですね、激坂が待ってますんで、あのうん、ちょっとその心づもりをしてください。で若干ここも上りです。でここがあれ激坂かなって、入り口かなと思ったらこれ騙されるんですけど、まあ、これもちょっとね意外と動画じゃわからないですけど、ちょっと上りですね。はい、でこの先ですね、激坂は。で気をつけなきゃいけないところは、まあ、当日雨っていうところもあるんで、上りはいいんですけど、やっぱ下りの方がね危ないので、そこがとにかく注意しなきゃいけないポイントですかね。でここかな、ここを曲がったら多分激坂の、あ、うん、ここだね、ここの入り口ですね。この辺からもう結構な上りになります。距離はないんですが結構パンチのある上りになってます。 10% ぐらいあるんじゃねえかなっていうところも感じですね。でここはもうとにかく足をとにかく使わないように、体重を使ってね登ったり、でただダンシングをするとね足がつりやすくなるんで、とにかくボトルにしっかり塩分系のものを入れてですね、足つらないようにしなきゃいけないですね。でここはもう自分の頭では15キロぐらいかなっていうぐらいな、登ればいいかなっていう感じですね。めちゃくちゃ登りです。でここも足でじゃなくて体重でね登るように、はい、心がけながら、結構な登りですこれ。その鹿の島、さっきね左側にあった鹿の島の看板を過ぎて、あと 2,30 秒頑張るって感じですかね。そう、ここ結構の激坂です。10% ぐらいかな。でこれ登ったら下りなんですけど、この後の下りが結構ね危ないと思うんですよね。で一応 DH バーを握って下っては見たんですけど、前回ね、うん、まあ握った、今回は握ったか、まあ、握ってみたんですけど、握ったままで平気かなーっていうので曲がっては見たんですけど、やっぱねちょっと怖かったっすね。ノーブレーキじゃここはいけへんなーって感じだったんで、上半持ち替えました。なんで、でここも赤の波々あるし、でここじゃあ右側行こうかってなるとですね、真ん中にね、あ、ちょっと車引っかかっちゃいましたね。真ん中にあのなんか棒があるんですよね。なのでずっと右側行けんのかな、こう当日っていう感じでわからないんですけど、もし当日ねこのあの俺右側車線通れるんであれば、左側通るよりも右側通っていった方がその波々がないので安全かなと思うんですよね。まあ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 、一番やっぱこの鹿の島のこのバイクコースで一番危ないポイントがあそこかなと思います。ずっとね、特に TT バイクで来る人は DH バーを握ったまま下ると絶対落車するんじゃねえかなと思うんで、やっぱちょっとそこはもう安全第一でブレーキングしながら
もしくはブレーキングができすぐできる対応できるような持ち方で、もう体をとにかく低くすればねいいかなとは思うんですけど、とにかくそのねブレーキングできる姿勢で下ってもらえたらいいなと思います。決して DH は握って下らない方がいいと思います。ってことで、こっから若干ですね追い風基調になってきますが、まだ正確に言うとここに横風なんで、まだ追い風の恩恵は受けないので、でしかもちょっとここ若干まだ上りなんですよね。そうで、このここの、まあ、上り基調を終えるとですね、海が見えてきます。で海が見えてきたらようやく、追い風基調になってくるんですが、そこになったら、もうしっかりもう今までの遅れを取り戻すぐらい踏めばいいかなと思います。でこの辺で若干また向かい風っぽくなるんですが、そうであそこの今曲がってるとこまだ横風ですね、でここを曲がったあたりから結構風の追い風の恩恵を受けるんで、ここからもうガーッと踏み始めればいいかなと思ってます。でこの先にですね、なんかハンバーガー屋さんかな、なんかレストランみたいなとこがあるんですけど、そこが一番スピードが出せるとこなんで、そこまでにまあできる人はですね50キロぐらいまで上げれたらないかなと思います。でここのカーブ曲がったらもう完全に真後ろからの追い風かなと思うんですけど、この辺ぐらいかな。うん。なんで、ただやっぱりね、赤いなみなみのおやつがあったりとか、やっぱところどころ道がやっぱ良くないんですよね。なんで、あとは、まあ最短距離通るのももちろんいいんですけど、そのなみなみをこう踏まないっていうことと、道路の悪いとこを通らないように結構割れてるとこがあって、なんでそこ踏むと結構スピード落としてしまったりパンクにつながったりしちゃうんで、気をつけてもらって、で帰りがやっぱスピード出るんでね、ここで頑張って足使えばいいかなと思って、まあ、見晴らしがこう見るとね結構いいんですけど、まあ、レース中はそんな見る元気はないと思うんで、まあまあこんな感じなんだなっていう感じで楽しんでください。で、まあ基本的にバイクはですねキープレフト、どのこうレース行ってもキープレフトで、抜かすときは右側から、そして、ドラフティング禁止になってますので、ちょっと辛いからといってですね、前の人の後ろについて休むってことはないようにねしてくださいね。抜かすときは、決まってますんでね、もうずっと何メートル後ろにいなさいねとか、何秒以内に追い越ししてくださいねとか決まってますんで、しっかりレース前はですね大会のルールブックをしっかり読んでからレースに参加するようにしてください。まあね、人との戦いではありますけど、一番はね自分の記録との戦いですから、まあ、ずるしてねタイムを良くしても良くないとは思うんでね、でこの辺かな、この辺曲がったあたりで店が見えるんだったかな、ちょっとここも若干登って、あ見えてきましたね、左前のとこね、ここからがもう一番のなんだスピードが出せるとこだと思うんで、ここ若干下ってて、でしかも追い風っていうとこなんで、ここで一番もう取り戻した方がいいかなと思ってます。で若干見えるかなと思うんですが、今軽く踏んでるだけで40キロぐらい出てるんでね、レースペースになれば50キロぐらい出るような感じのとこになってます。なので前半はとにかくちょっと向かい風と上りがあるんで、そこそこにしておいて、でここの帰りのところで50キロぐらい出して、でアベレージ40キロぐらいになれればいいかなと思ってます。まあ1周15分から16分で4周回したら
まあ、64分、1時間から1時間4分、まあそんな感じで走ればいいかな、上々かなっていうような憶測ですけどね、こんなバイクコースになってます。でここ抜けるとですね、もう港、最初のスタート位置のね港が見えてきます。まあそこまでね、まだずっとここ下り基調で追い風ですから、まだまだずっとそれスタート位置まではずっとね踏めますので、しっかり踏んでもらっていいかなと思います。ただやっぱりそのここもねやっぱ波々があったりとかするんで結構揺れますからね、踏まないように気をつけてもらって。でちょっとね、今どけって言いましたけど、フォルクスワーゲンがねちょっと危なかったです。まあまあこんな感じでスタート位置に戻ってきました。はい、福岡トライアスロン2022出場される方、一緒に頑張りましょう。まあ、こんな感じね、このバイクコースこんな感じになってます。右回りです。そして、これを4周回する感じでございます。で一応今デモンストレーションで走りましたけど、だいたい17分ぐらいかな今のペースで、ですのでまあそれを目安にね走っていただければいいかなと思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。レース出られる方、一緒に頑張りましょう。応援もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。イエス。